はい、ね、ブロガーの、ココナッツです。でですね、本日2回目の、ビデオでのね、皆さんへのお知らせとなります。今ですね、手元に持ってるのはね、あの3ニッパですね、キャノンので、あの場所は変わらず、快楽のね一帯があるこの五穀神社ですね。今ちょうど来てるんですね。今日は、先日の通り、まあ撮影にはあのまあうってつけの、まあ空模様なんで、まあ少し、巡行にした場合に限ってはまあうん、あまりね白飛びはもう少なく、まあ映すことには成功してます。ただここですね、場所のここに関してはですね、まだちょっとこれからっていう感じですね。ですから、まあ優れたレンズはつけてるんですけど、やはり遠距離の撮影ですと、まあ何例かあのIS をね上げすぎて、まあ、破断を起こすということは、まあ、2,3 例確認できました。といってもね、このレンズ自体が、明るいので、あのそうですね、まあ、今日同じ持ってきているあの広角のね、あのズームであるあの 16-35 よりかね明るいんで、あちらは 4.0 なんですけど、うん、まあまずまずはというところです。で、まあ今日ここに来たのはですね、あのまあある程度あの明るさで、明るさだけじゃなくて、まあ私たちの、うん、当然あの時間が空いてる時で、なおかつあのある程度紅葉の色合いが進んでいる時、うん、まあ、これが最後ではないですね、まだまだなんで、うん、で、ね、まあ去年の時とはねもう全然違う、まだね緑がご覧の通りたくさんあるんで、まだねこの辺りにはねあの足を運ぶと思います。それとですね、まあ買ってからねデフォルトであの私のね ZVW の 51E の50系のね現行のプリウスですか、あれについていたねあのブリヂストンのねタイヤですけど、ちょっとねもうスリップサインがこう出てしまって、もう結構危ない思いしてるんで、でまあ思い切ってねあの全部ね交換いたしました。まあ、新しいねあのダンロップのねあのルマン5ですね。まあ幸いにもあのボディの車のねあのコーティングしてもらった施工の場所と同じところで、うん、あのお世話してもらったタイヤということになります。1本だけでもね不慮の事故でかあのパンクしてもねあの保証がつくっていうのは結構大きいですよね。で、まあここへ来るまでに結構まあ走ってはいるんです。まあ明日か明後日にはね、あのもう一度ね、あのホイールの締め直し、増し締めですね、うん。あれをやっていただくためにね、また寄るんです。まあフィーリングはね、うん、哺乳だけあって、うん、さすがです。ロードノイズがね、非常にねここ少ないんですね。俗にあのガリガリ音、シャー音ですよね、あれが非常に少なくなって、だから耳に届く、ね、ノイズが非常に遠距離に感じるんですね、新しいルマン5はね。まあね、コーティングとね一緒に、うん、今年ねちょっといろいろお金が出てしまいましたけど、まあ、少なくともね私のあの50系のプリウスに関しては
新しいので、まあ、次のね車検までね何事もなくというのが一番ベストです。まあ、自分も当然ねそれを望んでます。まあ、同じようにあのまだね夏に比べてねあの確かに日は短くなってるんですけどまだまだね明るいですからあのねこういうね念願のレンズでもそうですし、まあいろいろちょっと試行錯誤して撮ってそれから、キットにつきたいと思ってますね。この間ですね何でも暦の上ですでにね、冬を意味する立冬だったそうですけどちょっとねそれを私は知る由がないんですね。ちょっと暮らしの暦さんのいつも愛用している歳時期デジタル歳時期ですねちょっとあれがですねあの提携してるねカレンダーのアプリにね表示されないんですね。なんでだろう。まあ久しぶりにこうねアナログの暮らしの暦でねああもう過ぎてるな、まあ、まあそんな具合ですね。しかし昨日の夜は大変でした。非常にね蒸し暑い一晩でした。急に湿度が上がりましてね昨日のもうあの日中は今日と違ってねもうずっとねガスってましたね一日中ね放射冷却ってやつでしょうね。今日も多少ねガスってるところも場所によってはあるんですけどまあだいたいクリアにねあの確保できてるんで撮影してるわけですね。まああとそうですね本日今日はあの一番ね違うところはまあそれ以外に実言うとこの明るさ 2.8 の300だけではなくて実言うともう一つ70から200のねズームの方も持ち込んでるんです。まあ文字通り無敵ですね。しかしこちらの方はズームはできないんです。まあ確かに距離は似てるんですけど全然違うなとそれは先ほどね改めて感じました。やはりねいい学習になりました。まあお問い合わせがあったんでねココナッツさん従来から手元に持ってた 2.8 同士の明るさの 2.8 同士の あの第3眼である、27mm から、ね、75ですかあごめんなさい24からあのねこっちの標準ズームですよねあれと、70mm からね200確かにあるんでまあそういえば 2.8 で比較検討したいなってことまあそれもあってね今日ちょっとまあ車をねリファインされて新しくなった気分なんでそれでまあやってるわけです。まあハンドルネームポンポコ大魔王さんとのまあ約束はこれでまあもう少し今日ね本日撮影を重ねてでまあ帰ろうかなと思いますね。はいじゃあスイッチオンにします。はいどうも。